ワルシャワのショパン像。ポーランドは、ワルシャワの和ワ人キ公園にある、フレデリック・ショパンの銅像。美術とは、視覚で捉えることを目的として表現された、造形芸術の総称。原始時代の洞窟壁画は、呪術的な目的で描かれ、人間、牛の姿を巧みに捉え、日常的な実用性を離れた表現となっており、美術史の初めのページを飾るものである。 美術は多く宗教と共に発達してきたが、近代以降は宗教から独立した一分野を形作るようになり、個性の表現としても捉えられるようになってきている。美術は芸術の一分野である。芸術とは表現者あるいは表現物と干渉者とが相互に作用し合うことなどで精神的、感覚的な変動を得ようとする活動である。 とりわけ表現者側の活動として捉えられる側面が強く、その場合、表現者が鑑賞者に働きかけるためにとった手段、媒体、対象などの作品やその過程を芸術と呼ぶ。表現者が鑑賞者に伝えようとする内容は、信念、思想、感覚、感情など様々である。日本語の美術は芸術すなわち、 五感書五感公安定期の英書四年二月の五協博士の流鎮及びによる皇帝東館後ヘ書子電機百科術生、ひとしご絶世文字の術から来ており、本来の意味は儀芸と学術である。美術は、1873年、日本政府がウィーン万国博覧会へ参加するにあたり、出品分類についてドイツ語のカンストギュアーブを呼び、 ビルダンド・クンストの訳語として美術を採用したのが初出とされる第22句に美術と記される。これは黒川真いが翻訳したとされるが、青春が1872年、微妙学説で英語のファインアートの訳語として採用したとある説もある。1876年に初の美術教育機関として工部大学校に 工部美術学校が開設された。また、1877年の内国官業博覧会区分目録には、第三区美術ただし四個の区派、書画、写真、彫刻、その他想定製品の成功にしてその微妙なる書を示せ、スモノトスとあり、ファインアートのうち資格芸術に限定した概念となった。文芸、音楽、演劇などは上位概念の、 芸術が使われている。ある時代の美術が一定の特徴や傾向を示している場合、様式概念を用いて説明することがよく行われる。例えばゴシック様式、バロック様式などである。一つの優れた作品、あるいは優れた作家が誕生し、時代の要求に応えた新たな美の形式を提示すると、同時代の作家たちがそれに影響され、 多くの模倣作が作られるものである。代表的な美術の分野は、絵画と彫刻である。これに、版画、陶芸、染色、写真、インスタレーション、映像、パフォーマンスなども含む場合がある。隣接するものには、イラストレーション、デザインや、工芸などの応用美術や、漫画やアニメ、映画などの大衆芸術がある。欧米では、建築が 美術の一部あるいは美術に隣接した分野とされることも多い。一方、日本では建築が工学的側面から捉えられることが多く、美術と捉える意識は薄い。明治維新以降、日本政府は、富国強兵、欧米列強国との不平等条約等を覆す目的で近代国家づくりに励んだため、建築もまず技術として捉えられたこと、また、 関東大震災などの影響で耐震技術への関心が高かったことなどが理由に挙げられる。大学においても建築の過程は芸術系に置かれるよりも工学系に置かれる場合が多い。応用美術が著作権法の保護の対象になるかどうかが論点になった判例がある。応用美術が著作権法と衣装法のどちらで保護されるのかは 時代とともに変遷しているので注意のこと。視覚障害者の美術鑑賞、ありがとうございます。